タルカフェへようこそ。なんと今日は川物語のお稽古場に潜入させていただきます。やったうまくいけばちょっとインタビューも撮らせてもらえたらなと思います。頑張ります。その母の吉岡由紀子を演じることができます。もう大好きな作品なんです。もう川物語オタクのように大好きなので、もうぜひぜひこの素晴らしい作品皆さんに見ていただきたいと思います。しっかりとお稽古しますので、皆さんよろしく楽しみにいらしてください。ありがとうございます。それだでもなんかそれがまたこう蓄積された
良さが。もう六十一より年下かも。いやもうすごく楽しみにしてるので、ね、みんな一生懸命今お聞きしてるので、ぜひ楽しみにご覧ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。見てきました。はい。どうでしたか？もうドキドキしました。緊張感がやっぱりすごいみなぎってなあ、なんか潜入しますとか言って入った瞬間、なんかしょうちゃん寝てはって、いや場面ですよでも分からへんから1時からって聞いてたんで、ちょっとなんか皆さん今から始まると思ってたんですよね。ちゃうかって、もう始まっててシーンの練習して、なんかドア開けた瞬間しょうちゃんに、あ、ミュージカルカフェさんって言ってくれはってで、ってなって、どうしようってなったら、あそこに椅子あるから座っていいよって言ってもらってほんで、あの場面の稽古してはったんやで、翔ちゃんが具合悪いわけじゃなかったと思ってでもそれからはもうね、もう本当にもう私的にはもう本当にあの知った方たちがたくさん見てきた方たちがいっぱいいて、でももうとにかく緊張感がみなぎってて、この作品をこう皆さんが本気でなんかすごいものにするっていう意気込みがやっぱ稽古場からもみなぎってて、で、あの演出助手を美里圭さんがやってはって、でやっぱり仕切りがすごい上手やなってなんか本当にうちの劇団も炎上って大変なんで、なんかすごいなと思って、で草野先生もいらっしゃった日で、でいろいろインタビューもねさせてもらえたんですけど、うん、ほんまみんないい人ばっかりで、もうなんかだからこんなあったかい作品が作れるんやなみたいな、でしかもなんかもう皆さんがこう何かする時にもうパッて動いて、もうあの塩見真帆さんとかももうパッ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 ってなんかもうみんながねこうキビキビして、ね、キビキビして、ほんでやっぱり翔ちゃんのそばに鈴鹿さんがおってパッとねやるはる雰囲気とか、なんかそういうのをこう、あ、なんか宝塚の良さで、しかもなんか皆さんうますぎてなんかほんまになんか なんでしょう、いや私たちとは全然やっぱり違ったです、ほんまに宝塚のなんかもうなんていうの、もう出来上がってるこの芸の人たちが、もう私昔見てたんこんなんやったみたいな、もうなんかもうすごい、もうこんなんに憧れて、もうこんなんにも勉強させてもらったっていう人たちが本当に集まっておられて、本当に感動、私はもう感動しまま、だ今でも余韻浸ってるんですけどね、でした。で、あの1回じゃやっぱりもったいなすぎるので、あの2回にちょっと分けて、はい、なるべくカットはねたくさん見ていただきたいと思うので、ほんでやっぱりあのたくさんの方に見ていただかないあかん作品で、もうこんだけ皆さん気合い入れて作ってはって、ほんまにこのメンバーでもう一回って、本当にね皆さんも分かりになると思いますけど、だからやっぱりほんまに皆さん広めなあかんって、ほんまにこの作品を一人でも多くの方に見てもらわなあかんって、もうそれしか思わなかったんで、あの私らも微力ながら、はい、なんとか頑張って動画上げて、はい、あのね、広げていきたいなと思っています。はい、1回目は今日の回は浅間佳代さんと鈴鹿てるさんのインタビュー、はい、で次はあの寿ひづるさんとか、あの陽明さんとかもお話をさせていただきました。寿ひづるさんは、あ、そうなんですよ、草野先生めっちゃいい人、もう皆さん の, あの思いを伝えてきましたほんで代表させていただきました。ほんで寿ひづるさんもなんと私たちのことを知って見てるよって言っていただきましてもう恐縮すぎて後ろに100歩ぐらい走っていた感じでしたほんまにみんないい人で、あのまたその状況は、はい、あのまた次回お見せしたいと思います、はい、皆さんもぜひあのたくさんの方に見て、声からたくさんの方に見ていただきたい、ほんまにあのその思いで頑張ります、私らもできる限り、はい、はい、皆さんぜひ第2弾、はい、また楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、それではまたミュージカルカフェにお越しください。